13人の資格は、小玉、雄一郎作、池宮祥一郎原案の日本の書き下ろし時代小説。この小説は、映画、13人の資格のリメイク版が2010年秋に公開されるのを機に、オリジナル版のシナリオを元にして書き下ろした作品である。作者の小玉雄一郎は、雑誌の編集業に携わっており、竜慶一郎や池宮祥一郎などのデビューにも、 関わっている。時代小説家や歴史小説家と共に仕事をしてきた小玉の最初の小説作品でもある。小説家に際して登場人物の名前や設定、展開など、いくつかの点で変更がなされている。なお、本作とは別に、大石直樹の著によるリメイク版映画のノベライズ、映画ノベライズ版13人の資格が2010年8月に小学館文庫から刊行されている。 天保15年旧暦7月3日、老中非等土曜井の神里くらいの屋敷の門前で一人の武士が切腹して果てた。その武士は赤市藩江戸画老の間宮図書藩主松平人志仙の暴虐を訴えがための紛死であった。蔡仙は元将軍徳川家吉の実定であり、その乱行ぶりは世上の口に昇っていても、 それを将軍の耳に入れる者は誰もいなかった。そんな折、何も知らぬ将軍の意向により、再選が老中に就任することが決められた。御聖堂を正すため、土曜井の神は再選の暗殺を決意する。その実行役に選ばれたのは、旗本、島田新左衛門。一方、再選を守り通そうとする赤子藩川用人の鬼頭藩兵衛は、 新左衛門の竹馬の友であった、友であった二人の知略を尽くした戦いの天末が描かれる、小学館より観光、ありがとうございます。